こんにちは。今回はグリーンアスパラの下処理で、このように余って出ました皮や根元の部分を使いまして、グリーンアスパラガスのポタージュスープの作り方をご紹介したいと思います。実はこの方法、先日の NHK 朝一で放送されましたアスパラガス特集で、アスパラガスの皮で作ったポタージュスープという題名で紹介されたレシピなんですね。今回はそのレシピを作ってみます。まずは下準備です。このように余った皮や、余った根元の部分 200g ぐらいを用意しまして、細かく切ります。玉ねぎはスライスして炒めます。玉ねぎはこのようにしてスライスして炒めます。スライスした玉ねぎをバターで炒めます。玉ねぎが透き通ってきましたら、先ほど切り刻みました皮の部分を入れます。アスパラの皮の緑色が濃くなってきましたら、水とご飯を入れます。ご飯は 30g 入れますが、大体このぐらいです。ご飯を入れた後、沸騰したら10分間このまま煮ます。10分間煮ました。それではここで牛乳を 300cc 入れます。そしてミキサーにかけます。ミキサーにかけます。はい、ミキサーが終わりました。ここからこしていきます。こしながら先ほどの鍋に戻していきます。塩コショウで味を整えます。そしてお好みで生クリームを加えて完成です。グリーンアスパラの皮を使ったポタージュスープ完成です。